こんにちは。おはようございます。ベースの東智美です。今日もベースのワンポイントレッスンやっていきたいと思います。今日はその指の幅合ってますか、その指の置き方合ってますかっていうことをお話ししていきたいと思います。基本的なフォームがね、できてるのに音程がなかなか取れないんですっていう人がたまにいるんですけど、できてないです、すいませんっていう感じなんですけどねできてたら取れるんですけどね。じゃあ何が問題点なのかっていうのをちょっとそこでお話ししていきたいと思います。こういう基本的なコントラバスのこういう基本的な指の形ありますよね。皆さんここが最初くっつかなくて、くっつくようになりたいんですとか言って、初心者の方はよく言ってるんですけど、私は しっかり今ではつくようになっておりますよ。はい。で、1の指、2の指、まあ、3の指は、ローポジションでは、小指の補助としてしか使わない。で、4の指っていうことなんですけども、1と2の指で半音、2と4の指で半音っていうことで、1と4で全音が取れるわけですよね。それがですね、やっぱり薬指があることによって、ちょっと錯覚してしまって、これを計算に入れてしまって、ここが真ん中になってる人が多いんです。その音程が合わない、その全音で半音を、半音を取れ、きれいに取れないっていう人なんか、だから薬指はないものとしてこことここの幅が一緒じゃないとダメなんですよね。だからそこをちょっと意識して、薬指のことはちょっとこの時は忘れていただいて、でこれと、まあ厳密に言うとこっちの方が狭いですよね。フレットだんだん狭くなっていくんでね、まあ低いとここの辺だったら、まあ大体同じぐらいかなという感じにはなるんですけども、だから基本的なフォームができてるけど、なかなか音程がうまいこといかないという人は、そこをちょっと気にしてみてはいかがでしょうか。こことここが、そうやな、だからここの幅とここの幅が一緒、こうならないね。こっちが狭くなってこっちが広くならないようにね、今みたいに半音が、だからそうですね、クロマチックの練習をしてみたらいいかもしれないですよね。それでこことここの幅の感じを掴んでもらって、でそれでそこから動かないようにするね、まず、っていう基本的なフォームができてるのに音程が取れないっていう、方はそういうところをちょっと意識してみてください。それで取れるようになるかなと思います。あと2音の動きの時にですね、やったんですけど、よく指、自分の指をね参考にして、だから例えば2のある指あるところに1の指持ってくださいとか、4あるところに1の指持ってきてくださいとかっていうことをよく私は説明としてよく使うんですけども、例えば1の指 4の指あるところに1の指を持ってくる、そして引くっていうのを、まあ、2音の動きのところでやったと思うんですけど、指ってね、人差し指はもう先頭の先の方で押さえてると思うんですよね、で小指っていうのは小指の一番下のところで押さえてるなって、自分の指を見てもらったらタコができてるところがちょっと押さえてるポイントになるとは思うんですけど、っていうことなので、全く同じところに持ってきたらもう指1本分の1センチぐらいの誤差が出てきてるわけですよね。だから4の指の持ってくるっていう時は4の上で、ここを全くこの上に持ってくるんじゃなくて、押さえてるポイントはあるでしょ、押さえてる点のところを、こっちの点のところを狙って持っていくっていうことなんですよね。ほんなら同じ音が出るんですよ。だから指の絶対低くなるんですよ。指、同じ指のところに指をただ持ってきてるだけだったら、もう1センチ弱 の, 誤差が出てしまいますので、なんか4の指のあるところに1の指を持ってきてねとかっていう時には、その点を狙ってね、そのどこのポイントで自分と指のどこ の, 点ポイントで自分がその点を押さえてるか、こんなに動きがきなんですけど、正確な音程が出るのは点でしかないんで、はい、その点を狙って移動してみたら、うまいこ と, あと移動できるんじゃないかなと思います。そういった点を気をつけて練習してみてはいかがでしょうか。今日はこんなところで終わりたいと思います。はい、私東智美は、また自分の名前をかな、私東智美は関西を中心に、関東そして、西日本で演奏活動を
しております。ライブ会場でぜひお会いできたら嬉しいです。その時にですね、もし何か質問とかありましたら、質問を投げかけていただきましたら、お答えできることはお答えしていきたいなと思いますので、どうぞライブ会場で、に足を運んでみください。よろしくお願いいたします。ライブ情報はですね、概要欄の方にリンク貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてチェックしてみてください。これを録画しているのは2024年の8月なんですけど、8月はですね、関東夏のツアーということで、関東方面、そして愛媛ですね、ちょっとピンポイントになりますけど、愛媛の方で2カ所演奏活動とかもしますので、四国地方、関東地方の皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ベースの東智美でした。